はい、今日はとうとう高崎に来ました。なんか駅前なんですけどね、なかなかいい駅前ですよ。うん、とかもあるしね。で、居酒屋さんいっぱいある、駅前にいっぱいあるんですわ。で、今ちょっとね、群馬料理みたいなとこあるんで、ちょっとダンベイさん入ってみたいと思います。入ってみますか。ちょっと散歩します。どうしてもね、なんか群馬料理の居酒屋さんなんで入りたいんで、ちょっと予約しました。ちょっと歩きます、散歩。なかなか、いい感じの駅前やね。アーバンホテルも、アーバンホテル、あれ筑波で泊まったアーバンホテル、アーバンホテル、はい、だるま、幸福のだるま。ちょっと話すよ。幸福のだるま、だるまちゃん。なるほどね。
赤身鶏と桃蒸し、豚バラ、これがタンかな。で、イカダグシね。豚なんです。これ初めて。これのタンポじゃない。これ生姜。全部やる。
濃厚やもんですね。今でも美味しい。